こんにちは、あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はワールドトリガーの遠征選抜試験メンバー限定成績グラフを紹介するのよね。トリガーオン。グラフの上の方が体育会系、下の方が文化系、右の方が成績がいい、左の方が成績が残念。はじめに歌川一番隊。コンセプトは機動力と継戦能力。シンプルに機動力が高く長時間戦闘ができる隊員を選んでいる。隊長の歌川亮。好きなものは犬、焼き鳥、スポーツ全般。スポーツ好きなだけあってかなり体育会系だな。進学校だし、成績もいいぜ。続いて、オペの指揮者横。好きなものは、ゲーム、水、読書、ネット通販。好きなものが、外に出ないものしかない。文化系に振り切っているぜ。普通校だけど成績もいいね。続いて、ガンナーの漆間渡。成績が公表されていないので、公表されているメンバーの共通課題の点数を比較して決めます。なので、後回しだぜ。続いて、アタッカーの久田悠馬。好きなものは、日本の食べ物。成績は、この年になるまで学校になど通っていなかったためしょうがないぜ。続いて、ガンナーの智江小太郎。好きなものは、ハヤシライス、スイカ、漫画。遠征選抜試験メンバーの中で成績系統が結構平均に近いぜ。次は、王子2番隊。コンセプトは、走れて剣が使えて、組み合わせ的に面白そうなメンバーなのよね。隊長の王子和明。公表されていないので後回しね。成績は良さそうだけど、系統がわからないぜ。続いて、オペの二列光。好きなものは、漫画、動物、買い物、ゴロゴロすることなのよね。しっかり、文化系だな。成績では下に馬がいるけど、実質的な学力派最下位だぜ。続いて、アタッカーの辻慎之介。好きなものは、恐竜、シュークリーム、バタードラ焼きなのよね。好物は、子供っぽいぜ。けど、進学校だけあって、優秀だな。続いて、アタッカーの生駒達人。公表されていないので、後回しね。大学生だから、それなりの成績だろ。続いて、オールラウンダーの帯島ゆかり。帯にゃんも後回しね。湯葉隊は厳しそうだから、バカじゃないと思うぜ。次は、柿崎3番隊。コンセプトは、戦闘試験での A 級の対策なのよね。後半勝負ってことだな。隊長の柿崎国春。好きなものは、牛丼、スイカ、スポーツ全般なのよね。好きなものが、スポーツ全般ってことは間違いなく体育会系だぜ。続いて、オペの藤丸のの。公表されていないので、後回しね。デザイン科がある高校出身だと、成績はどうなのかしら。続いて、アタッカーの影浦正人。好きなものは、寿司、焼き鳥、漫画、作戦室でダラダラなのよね。結構な体育会系だと思っていたけど、そうでもないんだぜ。続いて、スナイパーの別役隊長。好きなものは、ナポリタン、トマト系、ジオラマ作りなのよね。元気で明るい性格だが、とにかく落ち着きがなくそそっかしい典型的などじっこはどっちかっていうと体育会系なんだな。続いて、ガンナーの犬飼すみはる。好きなものは、飛行機、ホットドッグ、ぶどうなのよね。進学校3年だけど、成績的には中の上って感じだな。次は、北笛4番隊。コンセプトは、年齢。最初に隊員がソメイトと農家となった時点で16歳組で揃えることを考えたのよね。隊長の北笛ヒロ。好きなものは、イチゴ、春巻き、どんぐりもの、麻雀なのよね。土江さんって意外と体育会系。動けるおデブだぜ。続いて、オペのソメイ花。好きなものは、課題に取り組むこと、ここは、友達なのよね。さすが、進学校 6A 館高等学校。特別課題に対しても鋭い考察をしていたぜ。現段階成績トップだぜ。続いて、スナイパーの殿岡和人。成績が公表されていないので後回しね。続いて、アタッカーの菊池原史郎。嫌いなものは、トマト、ピーマン、煮魚、牡蠣、優秀そうなやつなのよね。菊池原だけ嫌いなものが公表されていて、やっぱりひねくれているぜ。かなりの文化系だな。続いて、アタッカーの南沢海。成績が公表されていないので後回しね。次は、車5番隊。コンセプトは、体力とポジティブさ。引き締め役として湯葉を指名しており、他のメンバーに関しても長丁場を耐えられる体力と精神を持っている人間を選んでいる。隊長の車達也。好きなものは、アクアリウム、マカロニグラタンなのよね。お金持ちのお坊ちゃんだけど、ゆいがと違いできた人だぜ。続いて、オペの佐野類。好きなものは、焼きうどん、麻雀、海外小説なのよね。好きなものの割に、結構体育会系だぜ。他に類を見ない感覚派オペレーターだぜ。続いて、スナイパーのホカリアツシ。好きなものは、鶏肉、生野菜、筋トレ、お祭りなのよね。好きなものが筋トレ、お祭りなだけあっていい具合の体育会系だぜ。続いて、アタッカーの小洗いのボル。好きなものは、サッカー、唐揚げなのよね。サッカー好きは、体育会系間違いなしだな。成績も思いのほか悪くなかったぜ。実は、アズマをチームに招聘したのは小洗いなのよね。続いて、ガンナーの湯葉拓馬。成績が公表されていないので後回しね。次は、小寺6番隊。コンセプトは、機動力。戦闘試験を見据えて、機動力のあるメンバーを選んでいる。トリオンの少なさはアタッカーとして運用することでカバーできると考えている。隊長の小寺翔平。
好きなものは、コーヒー、データ収集、分析なのよね。分析まであるという理由から作者が最も自分に似ていると感じるキャラクターらしいぜ。ソメイを抜いてトップ。続いて、オペの6ダリカ。成績が公表されていないので後回しね。続いて、アタッカーの奥寺恒幸。好きなものは、サッカー、ラーメンなのよね。コアライ同様サッカー好きなのね。好きなものが似てるから、息の合った名コンビなのね。続いて、アタッカーの三浦雄太。好きなものは、平和、みかん、つけ麺、機嫌のいいようこちゃんなのよね。小太郎を抜き、一番中心に近いぜ。意外に機動力が高いぜ。続いて、オールラウンダーのストライ。好きなものは、自己鍛錬、辛いものなのよね。お嬢様学校中学3年。中学生で A 級になったエリート隊員だぜ。ナルシストな一面もあるようね。次は、スワ7番隊。コンセプトは、くじ番と勘。特に深くは考えていなかったが、肉も選んだ時点でトリオン的に優位のあるか鳥を選んだくらいである。隊長のスワ光太郎。好きなものは、タバコ、ビール、麻雀、推理小説なのよね。性格も結構大雑把な様子が見て取れるが、相手の意図を即座に組むなど頭の回転は早いぜ。続いて、オペの追い窓か。成績が公表されていないので後回しね。続いての、スナイパーの奥工事も、成績が公表されていないので後回しね。続いて、シューターの三雲治。好きなものは、親の手料理、端なのよね。基本的な思考はかなりの慎重派であり、最悪の事態を想定してそれを回避しようとするぜ。どんな戦闘締めの戦略を考えるか楽しみだぜ。続いて、オールラウンダーの香取陽子。好きなものは、ゲーム、せんべい、友達、勝つことなのよね。非常に移り気かつ気分屋な性格。チームワークという観点の欠けた行動が登場当初は目立ったぜ。次は、二宮八番隊。コンセプトは、くじ運。アズマとアマトリは、くじ運が良かったからと選んでおり、エマに関してはアマトリと仲がいいから鏡の負担を考えてと選んでいるのよね。隊長の二宮正隆。好きなものは、焼肉、ジンジャーエール、才能のある人間なのよね。進学校卒なので成績はいいな、意外に体育会系だぜ。続いて、オペの鏡リン。好きなものは、キャラメル、水、絵画、立体造形なのよね。美大に進学することが決まっているだけあって、文化系にかなり寄ってるぜ。続いて、スナイパーの東春明。好きなものは、釣り、キャンプ、刺身、天ぷらなのよね。ボーダー最初の狙撃手で元 A 級1位部隊隊長だぜ。続いて、スナイパーの天取地下。好きなものは、小動物、子供、白いご飯、働くことなのよね。働くことが好きって、どんな中学生だよ。体力はあるけど文化系なんだな。続いて、スナイパーのエマリズル。好きなものは、カレー、クリームシチュー、チームメイト、師匠なのよね。食べ物の好みは子供っぽいけど、マセタガキだぜ。アマトリより、文化系なのか。次は、水上9番隊。コンセプトは、頭の良さ。オペがコンになった時に頭のいい人間を集めれば、めっちゃ楽ができると思ってたの3人を選んだのよね。隊長の水上さとし。公表されていないので、後回しにするのよね。続いて、オペの購入家。好きなものは、料理、抹茶、書道なのよね。普通校に通っているが成績は極めて優秀。大和なでしこは文化系だぜ。続いて、スナイパーの荒船鉄次。好きなものは、お好み焼き、冷ややっこ、アクション映画、お茶なのよね。進学校で体育会系。さすがパーフェクトオールラウンダー量産を目指すだけあるぜ。続いて、アタッカーの柏尾豊。公表されていないので、後回しなのよね。続いて、オールラウンダーの照屋文香。好きなものは、プリン、そうめん、ピアノ、犬なのよね。お嬢様を感じさせるのはピアノだけだぜ。性格は結構積極的で肝が据わっており、頭も切れるぜ。次は、村上10番隊。コンセプトは、単純にその時点で一番いいコマ。人形に関しては、特には考えてはなかったがオペの冷や見の能力的にどの編成でも問題ないだろうという予測のもとたに選ばれているのよね。隊長の村上校。好きなものは、ざるそば、白米、自己鍛錬なのよね。続いて、オペの冷や見秋。好きなものは、酢豚、ヨーグルト、風呂なのよね。成績優秀で進学校の最上級クラスに通っており、あやつじやうさみと同じクラスなのよね。続いて、ファンナーの堤大地。好きなものは、時代小説、日本酒、タコワサなのよね。断れない性格のようでたびたび過去の創作チャーハンの味見役という名の犠牲になっているぜ。続いて、アタッカーの熊谷優子。好きなものは、リンゴ、肉うどん、スポーツ全般なのよね。スポーツ全般が好きなだけあって体育会系だぜ。ちょっとだけ勉強は好きじゃない様子。続いて、シューターの倉内和樹。公表されていないので、後回しなのよね。きっと進学校組だから好成績だぜ。次は、若村11番隊。コンセプトは、特になし。その時に選べるメンバーの中で一番良さそうだと思った隊員を採用しているのよね。隊長の若村六郎。好きなものは、卵サンド、鶏肉、勉強してる時の花さんなのよね。香取隊は恋焦がれる男たちだぜ。続いて、オペの細井真織。成績は公表されていないので後回しなのよね。続いて、スナイパーの半崎義人。好きなものは、オムライス、アイス、昼寝、ゲームなのよね。ゲームにお昼寝はやっぱり文化系だな。普通校の1年で普通の成績ね。続いて、アタッカーの笹森久人。
好きなものは、コロッケ、焼き飯、漫画なのよね。漫画好きだけどかなりの体育会系、成績は通常のタイノスは大隊長と同じぐらいだぜ。続いて、キムシクローミン。公表されていないので、後回しなのよね。それでは、公表されてない組の成績を共通課題のポイントをもとに、体育会系文化系は好きなものを参考に決めていくのよね。それでは、イコマから、共通課題240ポイントなので、アマトリに近い成績だと思われるのよね。好きなものは、女の子、ご飯屋の新メニュー、サッカー、ナスカレー。サッカー好きだし、剣術も達人級なので、かなりの体育会系とするぜ。続いて水上385ポイント。ソメイ花と同じポイントなのよね。好きなものは、落語、将棋、うどん、春巻き。ということは、文化系間違いなしだぜ。続いて沖266ポイント。笹森と同じぐらいなのよね。好きなものは、明石焼き、おでん、猫、買い物。参考にならん。スナイパーでグラスホッパー扱いなので、体育会系よりだと思うぜ。続いて南沢211ポイント。影浦と同じぐらいなのよね。好きなものは、ホタテ、チーズハンバーグ、ピーマンの肉詰めなのよね。これも参考にならん。趣味はカラオケということは文化系？けど明るく元気だから真ん中ぐらいにしたぜ。続いて細い205ポイント。おさのと同じぐらいなのよね。好きなものは、いなり寿司、担々麺、可愛いもの、花なのよね。小説の執筆やぬいぐるみ作り、作曲など多彩な趣味なので文化系だぜ。続いてゆば356ポイント。車と同じぐらい。好きなもの怠慢、家族、ダチ、パウンドケーキ。硬派なヤンキーか応援団といった印象だから文化系はないと思うぜ。続いて帯島238ポイント。アマトリより少し上。好きなものは、運動、ごま団子、みかん、犬。運動が好きということは、体育会系だぜ。けど、イコマよりは下だと思うぜ。続いて殿岡263ポイント。笹森と同じぐらい。好きなものは、柏店、ほうじ茶、一人の時間。一人の時間が好きな人は文化系だと思うぜ。けど、半崎よりは上だと思うぜ。続いてに藤丸316ポイント。犬飼と同じぐらい。好きなものは、チョコレート、炭酸飲料、漫画。湯葉同様体育会系のノリだが、デザイン科がある高校出身のため、文化系より確定だぜ。続いて王子350ポイント。車と同じなのよね。好きなものは、オムレツ、クロワッサン、バ、チェス。チェスが好きは、水上の将棋と同じだと思うぜ。だから文化系よりにしたぜ。続いてクラウチ387ポイント。ソメイと同じぐらい。好きなものは、大茶漬け、親子丼、カブの千枚漬け、水族館。好きなものに体育会系の要素がなく、チェスを王子に勝つためこそ練しているので、ちょっと文化系にしたぜ。続いてカシオ359ポイント。冷やみも少しした。好きなものは、ラザニア、ラムネ、ポテトサラダ、勉強。進学校中等部の生徒会長は文化系だぜ。続いて上290ポイント。三浦と同じぐらい。好きなものは、天ぷら、そうめん、漫画、猫。あやつじの紹介で柿崎隊のオペになった。あやつじと仲がいいと思うので、文化系寄りにしてみたぜ。続いて漆間263ポイント。笹森と同じぐらい。好きなものは、卵かけご飯、たい焼き、お金を貯めること。上と同じようにお金を貯めている。それを好きなことにしているので、文化系。これは無茶あるな。続いて六田316ポイント。藤丸316ポイントと同じ。好きなものは、わかめご飯、わらび餅、読書、家族。読書好きは文化系だぜ。最後にヒュース166ポイント。共通課題は参考にならないので、アクトクラというエリートということで、虎並みと評価したのよね。好きなものは、任務を遂行すること、忠義を果たすこと、絵を描くこと、犬。絵が描くことが好きなのね、そうすると文化系にしたいところだけど、美神剣術を習っていたので、体育会系にしたぜ。以上が遠征選抜試験参加メンバーの成績グラフなのよね。ボーダー隊員って成績のいいやつが多いんだな。臨時隊じゃないけど、影浦隊はやべえな。隊としては、成績は間違いなく最下位ね。けど、B 級上位はすごいわね。さすが感覚派。成績が公表されていないメンバーはかなり強引に決めたので、ご意見あったらコメントください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくだぜ。動画に対する意見や感想もコメントで待ってるぜ。それではさようなら、あるいはおやすみなさい。